クレーブの奥方、クレーブの奥方は、ラファイエット夫人が書いた17世紀末のフランスの小説である。フランス文学史においては最初期の小説の一つであり、恋愛心理小説の祖とも言われる。1678年3月、匿名で出版された、1世紀前、16世紀のアンリ2世の王宮が、舞台で、その時代を極めて緻密に再現している。 ヒロイン他数人を除く登場人物は実在の人物で、そこで起きる事件も歴史に忠実に展開される。17世紀末の出版当時、商業的に大変な成功を収めた。パリの外側ではこの本を手に入れるのに、何ヶ月も待たなければならなかったほどである。この本の著者が誰なのか、奥方はどうして夫に不倫感情を告白する気になったのかなど、様々な論争も起こった。 最初の心理小説の一つであるだけでなく、最初のローマン D アナリストして、クレーブの奥方は、文学史の大きなターニングポイントとなった。それまで、広く、ロマンと呼ばれていたものは、主人公が困難に打ち勝って幸せな結婚を、するという、信じがたい話で、しかも、本筋とは関係ないサブプロットが無数にあり、長さも10巻から12巻もあるものだった。クレーブの奥方が、 小説の歴史を変えたのは何よりも現実的なプロットとキャラクターの内面心理を表す内政的な言葉によって出会った。1961年にフランスでジャンドラノワが映画化したほか、1999年以降、本作を原作に3度映画化されている。シャルトルジョーは16歳の美しい女相続人。父親は早くに死に母親の手で厳格に育てられてきた。 その母親に連れられて宮中に行ったとき、クレーブ公が彼女を見染め、結婚を申し込む。シャルトール城はあまり乗り気でなかったが、母親の勧めもあり、クレーブ公と結婚し、クレーブの奥方となる。結婚して間もなくして、奥方はルーブルグーでも用された舞踏会でヌムール公と出会う。二人はたちまち恋に落ちるが、お互いの思いを打ち明けることはない。そんなとき、母親が、 企徳に陥る。母親は、奥方が、ヌムール子を好きなのに気づいていたが、夫に尽くす義務を忘れてはいけないと言い残して、死んでゆく。奥方は、ヌムール子を避けるようになる。奥方の肖像画が盗まれる。犯人は、ヌムール子で、奥方はその現場を目撃するが見逃す。ヌムール子は、奥方の行為に感謝する。ヌムール子に、スキャンダルが持ち上がる。 ヌムール公がある女性にあてたらしい手紙が見つかったのだ。それを聞いた奥方は激しい胸の痛みを覚えるが、それが嫉妬だということには気づかない。しかし、実はその手紙は奥方のおじである、シャルトル公のものだとわかり安堵する。ヌムール公はおじの窮地を救ってもくれ。二人はこれまでになく親密な関係になる。夫のクレーブ公が奥方の挙動を不審に思い、問い詰める。 奥方は身の潔白を証明するために相手の名を伏せて好きな男がいることを正直に打ち明ける。夫は激しい嫉妬に襲われる。相手はきっとヌムールコに違いないとあたりをつけ近似に探らせると果たしてヌムールコが夜中に奥方の元に忍んでいったことがわかる。この時奥方はヌムールコと会うことを拒んだのだが夫はそう思わず絶望のあまり病に倒れる。 死の床で、夫は、奥方の義を責める。身に、覚えのないことを言われ、奥方は深い悲しみを味わう。クレーブ公の死で障害がなくなった、ヌムール公は、改めて奥方に告白する。奥方もヌムール公をこれからも愛していくだろうことは、認めるが、それ以上のことはできないと、ヌムール公の元から去ってゆく。奥方は、その後、修道院に入って、若くして亡くなった。 主に国立国会図書館蔵書一覧を参照。国立国会図書館蔵書一覧現象英訳映画。ありがとうございます。